Hello, good evening, Nepo time. It's been a fucking long time, ain't it? Pudding. Do I have new weapons? No. Damn it. Deployment. The what? Do I have money? A lot. Well, a lot. Meh. What? I don't know what that is. Do that. Alright. Good. Right. Gotta do this all the time. What? Yes, actually, because it's fucking broken. Whoops, the cursor. So you're telling me that due to imagination, now Uzume can bring, can collect shares from the monsters? Sure. Why can't we tell her? Sure. I mean... Just in case... Not quite. Neputchi no kimochi wa sugie ureshii yo.
うちのクニだから、きっとすごくいい国だってのは分かる。けどごめん。一緒には行けない。どうして？ここには誰もいないんだよ。そうだ、二人で一緒に女神をやるってのはどうあ？娘ならここみんなみんなだってすぐに受け入れてくれるはずだよ。実はさ、昔みんなで話し合ったんだ。この世界を捨てて異世界に逃げるのはどうかって。でも、みんな言ったよ。仮にそれが可能でも、 Their homeworld, after all. Honestly, that's a very respectable choice. そんなしけだか押すんなよ。別に根性の別れじゃないんだし、もしかしたらあの紫ババアが世界崩壊の原因で倒したら元に戻るかもしれない。そうしたら俺はこの街を、いやこの国を復興する。ゼロから、いやマイナスからのスタートだが、ネプッチの国に負けないようなすげえ国にする。 それが実現したら、ネプッチの国に遊びに行くよ。けど、一人は寂しくない？心細くない？まあ、ここには海をもいるし、ヒヨコムシやスライヌたちだっている。まあ、そういうことだ。プリンばっか食って怠けてると、あっという間に追い越しちまうぞ。そうだな。人口はざっと10万。いや、 やっぱり100万は欲しいな。でもって、街中にはエレベーターや動く歩道やガラスのチューブの中をタイヤのない車が飛んでるんだよ。そして国民は全身タイツみたいな服を、ってそれはダサいからやっぱいいや。で、俺は思うんだが、時代はまさに情報化だ。インターネットを普及させてゲームだってオンラインで遊べるようにするんだ。オンラインなら 自宅にいても格闘ゲームやレースゲームで対戦できたり、RPGで一緒に冒険することもできるんだ。Hell yeah。そんなすげえ楽しい国を、いや楽しい世界を俺が作っていくんだよ。The hell is this? This is no Belly Girl. This is so good. I love it. それってすげえかっこいいことだと思わないか？そうだね。すごくかっこいいことだと思う。最初さ、 目覚めてから真っ先にやろうとしたんだけど、その時は誰もついてこれなかったんだよ。海鬼は10年は早すぎるって言われたよ。わかるわかる。私もよく言われるよ。けど、ありきたりなものよりまだ見たことがないものを求めて夢見ることは悪いことだとは思わないぜ。それにこうして夢を妄想するのは楽しいしな。実現するといいね。 Good inventions, Izume. But oh. Name eggplant colored person. Oh, oh no. What the fuck? Nope. Nothing.
だる。 今までの異性は一体どこに行ったのやら。ごめんなさい。なんだかお姉ちゃんまで迷惑をかけちゃって。気にすることはない。こんな風に燃え尽きるほど二人とも気を張っていたんだろう。それに元の世界に戻ればまた仕事漬けの日々が待ってるんだし、少しくらいここでのんびりしてたってバチは当たらないよ。 She had a game of her own. What did you mean? ギアッチは可愛いな。けど残念ながらそんな洒落たものじゃないんだ。昨夜散歩していた時に興味深い施設を見つけて、そこにギアッチが求めるデータがあるかもと思って誘わせてもらったのさ。なんだ、ちょっとびっくりしちゃいましたよ。もしかしてギアッチはそっちの方が。 さて、そういうわけだが、ウズメとネプッチはどうする？俺としては二人が来ても構わない。ウミオスクライブ。なら、みんなで行こうか。 Fucking yes. Don't get anything here. Did I get anything out of No. Why can't I? Do I have to like unlock them or something? Can't start like weird. Whatever. I'm tired. Whoa, what the hell? ちー。何の施設かは分からない。やっせー。調べたところで困る人はもういないだろう。やったー。じゃあ早速ここのメインコンピューターやサーバーを調べさせてもらいますね。まずはネプギアを優先でつないでと。どう、ネプギア。なんか面白いのあった？ Ooh, fast travel. Maybe. Yep. Yeah.
この装置を見る限り、この世界の科学レベルじゃ次元を超える装置はなさそう。やっぱりそうだよね。ごめんね、期待させちゃって。いいっていいって。それならまた別の方法を探せばいいだけだよ。ん？この音はなんだ？これ、私のエヌギアの着信音です。けど、電波がないのにどうして？通信？誰から？あ、イースーさんです。お姉ちゃん、イースーさんから通信が来てる。本当？まさかイースーに次元を超えて通信できる機能があったなんて、ラッキーだよ。ラッキーだよ。こう見えてイースーは気が短いところがあるから、早く出なよネプギア。はい、私です。ネプギアさんですか？よかった、やっと連絡がつきました。ネプテーヌさんはご一緒ですか？はい、お姉ちゃんも一緒です。ヤッホーイースー、久しぶりだね。元気してた？お二人が無事なようで何よりです。突然いなくなるものですから心配したんですよ。ごめんなさい、何度もイースーさんに連絡を取ろうとしたんです。いえ、ネプギアさんが謝ることではありません。何せお二人は今別の次元にいるのですから。 Again。 はい、ネプギアさん、どうして驚かないんですか？どうしてですか？だってお二人は別の次元にいることが判明したんですよ。普通は驚くはずです。ふふん、甘い。甘すぎるよイース。こっちはすでに別次元にいることは予想済みなんだな。これがでへん。まさかネプテューヌさんがそこまでご自分の身に起こったことを予想していたとは。 That sounds mean but also accurate。ちょっとイース、何気にそれひどくない？私、頭なんてどこにもぶつけてないし、頭の回転が速いのはいつものことでしょ。ですが、ネプテューヌさんといえば最近ぐーたらしているイメージが強く、遊ぶことにしか頭を使っていなかったような。なんだ、ネプッチは元の世界でも相変わらずだったんだな。おや、そういえばそちらにいるのはどなたでしょうか？ウズメさんとウミオさんといって、この世界で私たちがお世話になっている人たちです。ウズメはね、この世界の女神様なんだよ。そうだったのですね。お二人がお世話になっているようで、なんとお礼を言えばいいものか。気にすんなって。おかげで賑やかで楽しいしさ。どうした？いえ、すみません。なんだか昔の知り合いに似た印象でしたので。気にしないでください。あ、そういえば私としたことが自己紹介がまだでした。私の名はイストワール、プラネテューヌで教祖を務めさせてもらっています。イストワールにプラネテューヌか。あの、どうしたんですか？もしかしてお体の調子が悪いとか？ああ、いや、すまね。なんでもないよ。初対面なのに心配かけて悪いな。うずめ、俺にも挨拶をさせてくれないか？お、そうだったな。悪い悪い。はじめまして、ウミオと申します。以後、お見知りおきを。ウミオさんですね。お二人がご迷惑をおかけしております。Neptune in particular. いえいえ、もともとこちらは寂しいくらいだったからね。少しくらい賑やかな方がちょうどいいさ。そう言っていただけるとこちらとしては安心します。なんだろう、この保護者同士のような釈然としない会話。俺たちはガキかなんかかよ。俺にとってのウズメは子供みたいなものだけどね。俺って、ウミオの子供だったのか？ No。 衝撃の事実発覚だよ。ウズメが巨人ならぬ巨神だったなんて。なら、俺ってエラ呼吸もできるんじゃないか？これなら、魚どころかエビやカニも取り放題だ。やったぜ。
じゃあ今夜は豪華にカニ鍋だね。俺は比喩として言っただけなんだけどな。海尾さんも苦労しているんですね。心地をご察しします。ところでイーソンさん、元の世界に帰る方法を知りませんか？私たちだけじゃ全然方法が思いつかなくて。それでしたら安心してください。ネクギアさんの N ギアを仲介して、そちらの世界の転送装置とこちらの転送装置をリンクさせて、really? お二人を転送させることが可能です。おー、さすがイーソン、いつの間にかハイスペックになって、私も鼻が高いよ。その代わりエネルギーとしてこちらの世界のシェアを大量に消費するので、その点はご了承ください。帰れるんだったらそのくらい余裕余裕。ネプギアが頑張ってくれるもんね。私だけ何バカなこと言ってるんですか。それこそネプテューヌさんのお仕事ですよ。 Only me。 帰ってきたらみっちり働いてもらいますからね。こっちの世界にいようかな。 What? そんなこと言わないで帰ろうよ。私も手伝ってあげるから一緒に頑張ろうね、お姉ちゃん。本当に手伝ってくれるの？はい、やったー。まったく、ネプギアさんはいつもそうやってネプテューヌさんを甘やかすんですか。 It's the only way, honestly。 でね、イース、私たち実はもう転送装置があるところにいるんだよ。本当ですか？けど、この装置、あくまで同次元内の空間転送しかできないみたいなんです。それでも大丈夫なんですか？はい、転送装置であれば何でも問題ありません。では、今つながっている転送装置を使わせていただきますね。なんか、あっさり帰れそうな感じだな。そうだね。早く帰りたいと思ってたけど、いざこうしてみると…名残惜しいよ。そうだな、いつかはそうなると思ってたが、まさかこんなに早くまた一人になるとはな。あ、そっか、私たちが帰ったらまた一人ぼっちになっちゃうんだけどさ、出会ってたった数日だったけど、すっげえ楽しかったぜ。ギアッチも元気でな。けど、ごめんなさい。せっかく手伝ってもらったのに、この世界のこと、何もわからないままで。ギアッチが気にすることじゃない。あとは俺が気長に調べるさ。あれ？おかしいですね。そちらの装置にアクセスできません。もしかして、イースーさん、装置を調べるので、ちょっと待ってください。やっぱり、この装置、壊れてます。そうですか、それは困りましたね。装置が使えないとすると、他に方法が…なら、私が直します。調べてみないとわかりませんが、見た感じ、あまり装飾がないみたいなので、多分できると思います。The God to the rescue! へぇ、機械に強いとは思ってたけど、こんなものまで直せるなんてすげえな。なんてったって、私の自慢の妹だからね。ちなみにネプッチは何が得意なんだ？私はね、Oh no。 あれどうしよう、うずめ、私ネプギアみたいな特技何もないかも。いや、俺に言われてもな。わかりました。それでは修理が終わったら連絡しますね。俺たちに手伝えることはあるかい？ひとまず装置が故障している原因を調べてみようと思うので、皆さんは自由にしていてください。またまた、本当は手伝ってもらいたいのに遠慮しちゃって。ベールほどじゃないけど、古今東西のゲーム機に熟知した私にかかれば転送装置の分解くらい楽勝だよ。Oh, whoops. ここでかっこいい
どうやらさっきのことネプッチなりに気にしていたようだね。割とお姉ちゃんにはおとなしくしていてもらいたいから。そういうことだからこっちはギアチに任せて俺たちは他を調べてみようぜ。 No! Goodbye, Napier! Let me change the...Am I healed? Right. Yes. Nope. God damn. This is one thing I don't like about these games. Nothing is voiced in English, almost nothing. Oh no. Yee. Okay, got it. This is for the thumbnail, if it wasn't obvious. Take it home with you. Nepa! Nepa!She really just say Nepu with... In Japanese, I can't. Then you're not finished, liar.Liar! いや、十分すごいと思うぞ。エネルギーがないんです。装置を動かすのには大量のエネルギーが必要なんですけど、この建物にはほとんど電力が残ってないみたい。なるほど。どちらも難しい問題だね。いや、パーツなら探してみようぜ。これだけ広い町なんだ。代用できそうなものがあるかもしれない。けど。エネルギーはどうするんだ。パーツの替えが見つかってもエネルギーがないんじゃ動かないぞ。それについては後からだ。今考えたって正直思いつかねえよ。そうそう、もしかしたらパーツ探してる時に解決策が見つかるかもしれないしね。 As I like saying I like saying this because it's kind of true. That problem is just for future Uzume and Neptune. Now we're just gonna look for the part. They'll worry about that later. Eh. I'm getting kinda hungry. Guessing no, but... Yep. Whoops.ペコでさ。じゃあさ、お昼ご飯どうする？そういえば、そろそろいい時間ですね。うずめさんは何か食べたいものありますか？やっぱ肉だな、肉。肉食わないと力出ないしな。Hell yes。お姉ちゃんは？お肉もいいけど、私的には甘いスイーツをお昼ご飯兼おやつにする案を提案したいな。スイーツもいいかも。スイーツといえばやっぱりクレープだよね。スズメ的にはホイップクリームたっぷりのいちごチョコバニラが好きかな。
いちごの甘酸っぱさとチョコレートの甘さのバランスが絶妙すぎて、もう最高なの。材料だけでもいいから、どこかに残ってないかな。あ、ま、なんだ、肉もいいけどあんまり腹が減ってないしな。俺はネプッチの案でも構わないぞ。まったく、今さら隠すものでもないもの。じゃあお昼はクレープに決定。早速材料が残ってないか探しに行こう。それなら近くにスーパーだった建物があるから行ってみようぜ。やっぱり可愛いのに無理してカッコつけてるうずめさん可愛いかも。いつかうずめさんをプラネタワー通りのクレープ屋さんに連れてってあげたいな。 Oh my god, there's so many cutscenes. I'm not gonna play this video. この端末はもしかして、あった、やっぱりこのファイルだ。 Oh god, it's this again. Yep, this.Actually, let me try and see this. Planetune. Oh my god, it fits. Oh no, it fits in the blank spot. Planetune fits in there. I hate it. Like, if you think about it, you may be able to figure all of this out on your own, but you need to think a little bit. So, as of now, I really cannot think of any other answers except for the fact that Planetune fit in one of the blank spots, and that's very concerning. この世界が何なのか、なんで滅びようとしているのか。私の予想ですけど、この記録にこの国が、そしてこの世界が滅んだ原因が書いてあるんじゃないかって思うんです。それが分かったからって私ができることは何もないかもしれないけど、それでも知りたいんです。そうか、ギアッチならこの監獄のような世界から解放してくれるかもしれないな。監獄ですか？何度もこの監獄から出ようとしたけど無理だったんだ。あの青い空が懐かしいものだ。ギアッチなら得意点になってくれるのかもな。娘さん、おっと、変な話をしてしまったな。今のThe fuck was that? Oi, Giachi! Okiro, Giachi! What? Are? Uzume-san, doして ここに? Saki, muko ni itta hazu ja. Nani ne boketen da? Kochi ni internet ni tsunage so na tanmatsu ga aru kamo tte itta kiri, modotte konai kara mukai ni kitan da zo. Soieba, so datta yono. Sore de, nani ka mitsukatta no ka?はい、この記録を見つけることができました。なになに、な
This one wasn't as broken. What the hell? Yeah. Okay, no, like, hold on a fucking second. That weirded me out so much. What the fuck was that? So, like, it's when we just started talking really weird. Okay. Are we getting depressing all of a sudden? Like, all of a sudden this got really dark, is the word? Oh no, the Uzume thing weirded me out so much. What the fuck was that? Sure, man. Yes, thank you. ちゃんと名前をつけていて、夜眠るときとかに。
As adorable as that sounds, it's a lie, but I want it to happen. Goodness gracious. Look at a screenshot of that. That's life advice right there. Dude, there are so many. I'm not even gonna change it now. I'll just nap him up. I mean, it's still like, I still see some lighting. The power is working. I'm sorry for the late reaction, but the fucking name. The fucking name. Is it actually a neighboring town? No, it's a dungeon. Here. Okay. Well, the fucking video is 45 minutes already, so no, I'm not gonna touch. No. I cannot believe. I mean, I should have expected this, I think. Oh, I got. Well, at least I can say goodbye with him now. Okay. Now let's save. And that's the video. Okay, that was all cutscenes. This video is all cutscenes. Great. Promise to God the next video I'll actually fight. Because this was just a mess. And the fucking Uzume dream thingy Nepgear had, that just left me so dumbfounded, little son. Like, today all of it was mostly chill.
except for that. I wonder where the party's at. And that's gonna keep me up at night, sort of guy. Okay. Now I gotta keep playing.